こんにちは、ガミトンです。今回はエルザの使ってみたやろうと思います。よしよし。で、あのエルザってアンチブロック持ってないから、どうやってこのどうやってこの高麗の1ステ抜けるのかと言いますと、まあ、こうやって強強ウェーブで一つセット処理してなんとかするっていうのが多分正しいやり方なんじゃないのかね。運営のきっと考えてる抜け方、あ、しまった、運営の考えてる抜け方じゃないのかなって思うんですよね。で、ちなみに SS 使うと一瞬で終わるんですよ。多分その辺はきっと、あ、これいくかな、はいはいはい。で、これあんまり成功しないから多分もう一回やれって言われてもきっとできません。そしたら、あとは多分貫通になって、多分友情できっといけないかな、いけませんでした。ちょっとこれ多分時間かかりそうだから抜けるまで早送りしようかな。もう、全くお茶目して、昨日のビーラといい、全く。いや、ブロッククエはなんかお茶目要素がでかいからな。これで多分、クエさ、噛んだ、もうやっぱ早送りするわ、これちょっと抜けるまで。よし、抜けた。やっと抜けた。もうダメを消えるまで1ステイにいるってもうなかなかあることじゃないからね。でもまあそれができるのは、今回、エルザがダメを持ってるんで、プヨを倒さなくてもいい縛りができるからなんですよね。まあとりあえずこれで倒して。で、どうしようかな、これ。誰を倒すかだな。これでプヨじゃないや、リバヤさんはとりあえず倒しておく。で、次が、3P だから、あ、しまった。で、調教ウェーブって意外と判定ちっちゃいんですよね。だから、うわー、これまずいな。で、こうやって、なんとか、貫通になって、友情出して、よしよし、あっち倒した。おお、それを倒す。うわ、やべ、接待が、そしたらこれは、45度だからな。うわ、これなんとか、なんとかあいつに当てて、なんとかあいつの右、この絵でセット処理したいな。よしよし、なんとか当たった。ああ、もうこれすごいね。調教ウェーブ、狙った角度に打とうと思ったら、運ゲー要素高いんですよね。だから、なんか結構頭も使うし、すごい疲れる。これで、とりあえず、ここは倒しておく。で、今回はダメを展開してもいい縛りしてるんで、まあ、今回ダメを展開されると、超アンチダメを相まって、まあ、茎ぐらいの殴り強化にはなるので、おほら、これが茎の強さ。で、ここから、SS もいつでも使える。だから、雑魚処理に困ったら、SS 使ったらいつでも雑魚処理できるようになるんですよね。まあ、とりあえず、これはいつも通り、ちょっと、うわ、これ、どうしようかな。なんとか、とりあえずこれ45度で打って、下に打つでしょ？多分これで、ウェーブ当たる。あ、抜けられたわ。普通に抜けたわ。そうか、ここまで強いのか。いや、これでもうエルザも、やっぱ蓬莱使えるから、まあいいよねっていう。で、運棒持ってない人も、運極僕一体にしか持ってませんっていう人も、エルザ使っても大丈夫だよ、みたいな。ちゃんと見せたしね。SS なくても抜ける方法っていうのを。なので、それ利用すれば、まあいけるかな、みたいな。おぉ、なんか、すごい、めちゃくちゃ動いたけど。そしたら、これは配置的に、まあ多分大丈夫でしょ。はい。あ。うわぁ、お茶目だな、蓬莱。実はここが弱点ですよと、見せかけておいて、実は違いました、みたいな。うわぁ、くそ、これは、ちょっと待って、これ抜けると、まあ、ここ抜けるとあんまり配置良くないんですよね。ちょっと、やめておこう。まあ、これで適当に立て込んで、うわぁ、倒せないのか、ちょっとエルザ弱っちゃうんや。やっぱダメよ、ダメを展開されて、茎にならないと、ちょっと微妙かもしれない。まあ、これで、はい、貫通になって、ちょっと固まっておく、できるだけ。で、できれば、右側に行けるといいんですよね。蓬莱の右側、カンカンできるし。で、それで抜けられると、カンカンできると、多分、それなりに火力出そうな気がする。
うわーこれは友情出すか、友情出してちょっと殴るか、横勘でな、うーん、でも横勘でやっても多分あんまりそんな火力でない、いいや、普通に横勘でいいや、はい、で横勘で、で、自強勘が 1.2 倍だったか、1.5 倍だったか。で、紅桜状態になると、1.8 倍、友情と殴りがなるんですよね。で、これで、もう雑魚処理全部できちゃう。で、100万ぐらいのダメージはおそらく出てるから、バハムート以外はきっといけるはずなんですよね。まあ、これ横勘でカンカンして、はい。いけるかな、これ。あ、ちょっと足りないな、で、こうなると、まあ、多分ハート回収しながらでも、多分友情と殴りでいけるでしょ。はい。ウェーブもあるしね。なので、これ使えば全然いける。で、あ、多分、めちゃくちゃ頑張ったら、アイテムなしでも、いけそうな気はするけど、多分それやろうと思ったら、多分喋ってる余裕は、絶対ないんで、やめておきます。まあ、多分上手い人がね、きっとやるでしょ。アイテムなしで勝ってみたみたいな感じの動画。で、これも、多分、あ、これぐらいいったら浦島も倒せるんじゃない？あ、ギリギリ、クソ、ギリギリ残るのか。うわぁ、これだったら蓬莱？なぁ、クソ、カンカンしていけそうかなって思ったけど、よし、はい。あ、しまった、これゲージ、まあいいや、今回クリティカル、まあ見たらわかるけど、別に、多分アイテムつ、うわ、やばい、経過時間まずい。これはちょっと女の子相手に、これはちょっとセクハラになっちゃうかもしれない。あ、よかった、ゲージ飛んでない。とりあえずこれ縦勘で45に出してウェーブ弱点に当てながら、まあ縦勘で削ればいいかな。はい。おそこまでさすがに入ると思ってなかったな。まあいいや。で、多分これで削りきれるでしょう。バハムートも。おー、ほら、ほらね。蓬莱、やっぱり雑魚処理苦手だな、みたいな。で、雑魚処理にかまってると、やっぱちょっと削りが難しいな、みたいな感じの人いると思うんですよね。だからそういう時は、エルザ使ってあげれば、もう、雑魚処理なんて何のそのみたいな感じ。で、1.8 倍だから、もうこれ、1.8 倍状態だともう木を超えた木なんですよね。もう、林じゃないな。林じゃない。まあ、まあ、なんか適当に。ま、目くらいにはなってるかな、木の目。だから、まあ、あとこれでもみんな 1.8 倍だから、まあ、こうやって適当にカンカンするだけで、はい、終わりました。バイバイ。